まあもうこれを最後に。いやということで、まあ、とりあえずお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。この店ね、お通しがホルモンなんですよ。これお通しなんですか。お通しと、すごいリッチなお通しです。止まんないで。ごめん、ホルモンってそんなに高いもんでないから、別にリッチでもなんでもないから。今宵のゲストは高田のり子さん。歯科医師を仙台で仕事とし、米沢先生の整体の扉も叩いて、今や整体も治療の一環として取り入れようと活動しています。素敵な笑顔にはどんなお話が秘めているのでしょうか。耳を傾けてみましょう。なんかわざわざ注文しなきゃいけない。いや、それ全部注文するのってビールもちゃんと注文しなくちゃいけないし、黙ってて出てくるとかってそうそうないよね。まあそこにほらね、一応あるから注文するためのタブレットもあるので、はい、はい。なんでそういうふうになったの。いや、普通お通しって小鉢にちゃんとポンポンで出されるものをしか見たことがなかったから。だからこれがお通しだよって言ってるよね。うん、だ変わってるよね。変わってるよねって言うんだったら分かるけども、リッチは違いますね。リッチなのって言うと、リッチじゃないよね。そうか。そうですね。珍しい。言葉のこと、うん、そう、珍しいよね。はい、君もね。はい。いやいやいや、不思議だよね、でもね、高田さんね。ちょっと注意文化が足りなかったりするところ。あれ、仕事何やってるんだっけ。仕事は歯医者です。歯医者。はい、歯医者、歯科医。歯科医です。大丈夫。歯科医の方は大丈夫です。大丈夫。はい、大休止って小休止やってたでしょ。ないないない。そこら辺は大丈夫なんですけど、うん、そうですよね、ちゃんと聞き逃すこととかが多かったりとか。患者さ、患者奥歯痛いって言うのをさ、検視一生懸命見たらですね。ないです。大丈夫です。そこは大丈夫なんだ。そこは大丈夫なんだ。ありがとうございます。これ、ホルモンってさ、なかなか食べどころっていうか、飲みどころが分からないっていうかさ。ね、厚みによってもなんか、そう、どこで、うん。まあ実はこれさ、塩ホルモンって旭川発祥だっち知ってた。知らなかったです。旭川発祥なんだ。旭川発祥のって結構ありますね。そこそこある。旭川、旭川発祥っていうか、旭川で有名な食材結構あるよね。なぜなんでしょう。いや、食どころだからじゃない。うん、結構だから旭川って寒暖差が多くて、で何よりもハブ都市なので。ハブ都市ってわかるね。飛行機のハブですよね。つなぎ目っていうか。そう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 。飛行機のハブじゃない。中継の中心になるところ、ね。そう。分かってます先生。今回多分蛇のハブとかっていうような話になるから、ね、ハブがいっぱいいるんですかとかね。そういうふうに言うんじゃないのかなと思って、ちょっとドキドキしてた。大丈夫です。ね、いやハブ同士で。結構旭川中心にある分だけだって、だから全部だから旭川を通る食材が結構で、それで旭川の方に置かれることって多いんですよね。だから食材は結構旭川集まるんですよね。いいものがやっぱりちょっと、うん、それで素材がいいから美味しいものも多くなる。まあそんな感じなのかな。だから旭川で名物って言えばね、ラーメンやなんかでもあるし、昔は札幌ラーメンって言われたんだけどね、旭川ラーメンが結構強くなったりとかしますよね。食べて食べて。はい、いただきます。うん、仙台からわざわざね、今日はね、セミナーの途中なんですよね。はい、うん、なんかね、また物語をいっぱい作ってくれそうな感じなんですけど。もう高田のり子伝説って結構ある。いやー、そうなんです。作ってしまいました。ね、そもそもでも、この歯科医なわけじゃない、はい、歯医者なのに、なんで整体習おうとしたの。っていうか、ね、うん、もともとなんかヒーリングみたいなことをやってて、その時に、うん、いや、あんまりできなかったんですけど、うん、ヒーリングみたいなことをやってた時に、腸蹊骨
から脊髄で仙骨まで全部つながって膜でつながってるっていう、うん、で呼吸によって腸頸骨と仙骨がバランスを取ってるんだよ、うん、脊髄通ってバランスを取ってるんだよっていう話を聞いてて、うん、噛み合わせると腸頸骨ってすごく噛み合わせに関係があるので、うん、あ、じゃあ歯だけ直しても腸頸骨とかずれてる人とかいたら、うん、多分噛むごとにまたこうやってずれてっちゃうんだろうなとか、うん、そういうことを考えたんです、うん、でそれで、まあ、できれば体もきちっと一緒に直しておいてあげれば、うん、あのバランスのいい状態が長く続けれるかなっていうことを思って整体の方に興味を持ったんです。整体の方に、はい、何かない、何かないかなって、あの、でも20年以上前から整体と歯科っていうのはこう、なんていうの、コラボするようなことはあったんだよ。確かに、だから整体がちゃんとできるようになってる、整体がちゃんとあのなってれば歯の治療はしやすいとは言われてる。それも20年前から。でもなかなかね、あの歯科医が整体を習うって言うと、そんなにメジャーじゃないよ。そうで、一度スポーツ整体に通ってて、私も、うん、で、それで、あ、スポーツ選手をやってるんですっていう話を聞いてたので、うん、じゃあ、あのマウスピッシュとかスポーツ用の作ったりとかする時も、うん、絶対そこできちんとグッと食い縛ったりする時に、うん、それがあれば、うん、もっといいパフォーマンスができるんじゃないかなと思って、うん、一緒にやりませんかっていう話を持ちかけたんですけど、うん、いや、それは不確実なものだから、うん、そういうのはやりませんって言われちゃって、不確実ってどういうこと？なんか確実に、あの、なんていうんですか、こうやったらできるっていうものじゃないから、あの、自信がなかったのかな。なんかその状態で噛み合わせを取ればマウスピース、いいマウスピースができると思うんですっていう話をしたら、うん、いや、でもそれはその時その時でその噛み合わせって変わるからっていうような感じで、あのさ、だから話がよく見えないんだけど、結局じゃあその時その時でマウスピースを作ってまた作り直してるんでしょ。いや、マウスピースは作ってない。だから整体で直して。いや、だからその時その時でマウスピースを変えてるってこと？その選手は。違うよね。違うと思います。歯並びに合わせてマウスピースを作ったら、もうそのマウスピースは固定だよね。そうです。ね、だからバカじゃないか。ですよね。うん、で、それで、あ、ダメだと思って。うん、いや、それはだから仕事しなくて正解で。そもそもトレーナー自体がわけわかんない、わかんないやつが多いから。マウスピースは結局力の連動をするためでしょ、はい、力の連動が一番ね、その歯を食いしばることによって、要は歯を食いしばることによって力をしっかり伝わるようにしてるわけでしょ、はい、だけども、その例えば腸ね、起立筋やなんかでもそれは全部引っ張るわけでしょ、はい、そのバランスが崩れたら絶対に力っていうのは分散するから入らないの。だからその状態を整えた状態でマウスピースを作ればいいんだけども、その状態を言ってるわけでしょ、はい、それを言ってるわけでしょ、はい、だけども そこは不確実なもんが、不確実なもんだから、それはできないでしょ。そうなんです。でもっと不確実な状態で作ってるわけでしょ。そう、トレーナーとしてバカじゃん。そうなんです。だから、うん、あ、ダメだなと思って、ダメよ、なかなかいなくって、うん、じゃあ自分で整体できれば一番いいのかなって、うん、その場でやってあげられるし、うん、と思って、うん、探してたら米沢先生に出会っちゃったんで。いやー、それはあの僕じゃなくてもよかったかな。いや、うん、先生じゃなきゃいけなかったみたいな。いや、でも本当にあの、なんていうのかな、トレーナーなんかでも全然知らない人がすごく多いよね、こういうの。で、何をやってるのかな、何のためのトレーナーのか、何なのかって分かってないでやってる人がやっぱ実に多いよ。老化のこととかも全然分かってないので、そう、一番スポーツ選手にもっとすごく大切なのって、そういうこともすごく大切だと思うんですけど、うん、
ただこうやって緩めればいいとか、骨のバランスがとかって言うけど、うん、でも、ね、大切なところってそこなのかなって。だからあの骨ってさ、結構重要で、ね、なんていうのかな、あの都度都度変わるやん。都度都度変わるのよ、骨の位置って。だけどもパフォーマンスが上がる骨の位置ってそうそうね、変わらないのよ。その位置に戻すためにはどうしたらいいか。で、あのトレーナーって知らない人が多いっていうのはね、例えば試合中に行う対応の仕方と、パフォーマンスを上げるために試合の前にする対応の仕方と、試合後にする対応の仕方と、少なくともこの3つは違う主義なの。それを知ってた？前の先生がちらっとおっしゃってた、うん、でも確実には教えてくださいいや、確実に教えてよ。はい、聞きました。ちらっとじゃなくて結構しっかり言ってるからねなぜかあのしっかり教えてもここに行くとチラッとになるもんねどうしよう、まあ、そうなんですよ。そう、あ、違うんだなっていうのを理解しましたいやだから猫も杓子も同じなのさ。だから結局だからあのパフォーマンスが上げるためにはあの結局筋肉の負担もさることながら、その力がちゃんと連動するようにしなくちゃいけない。そのためには骨の位置が全然違うんだ。だけども試合中っていうのはそのパフォーマンスがずれてきた時にどうするか、例えば痛めた時にどうするか、それは筋肉を筋肉でもって保護するような、そういったやり方をしなくちゃいけないんだ。これ食べなと。はい、ありがとうございます。美味しいです。で、あとは終わった後っていうのはそこに負担がないように全体を緩めて力が広がるようにしてあげなくちゃいけない。そして休ませたらまた戻してケアするんですね。だから都度都度その時間とその行う時のタイミングでやることは全く違うの。それが全くわからない人っていうのは結構そう一緒くたんですよね。そうやる時もやる前も終わった後も一緒くたんで、ただ硬くなったところはほぐすけどっていうところが多くて、そう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 、でもそれだけ体の仕組みが分かってないっていうことになるんです。分かってないのか分かってない。だってセミナーでもさ、お医者さんいるけどさ、はい、お医者さんが分かってないです本当に。まあ、君も医者のね、一人だけどさ、で国家資格を取ってる人たちが分かってないじゃん。だからその分かってないというのが分かってないんだから、そうだから常識ではでしょ。常識ではでも常識にはまらないのが人だから、そう。だからそれをだからどういうふうに対応するかということは個人個人個人その人によって違うの。だからどこに目的を置いてるんでしょう。だから僕らはそこに対して依頼に対して応えるという形で施術っていうことだよね。それに対して使えるっていうことだよ。で干渉すると全く干渉しないっていうことになっていくから、まあ、なかなかそういうこと面白い。だからその辺がね分かってくれるとねいいんだけど、なかなか分かってくれないよね、みんな。そんなことって言われてしまうことが多くて、うん、だから例えば君たちもさ、君たちも体がこの動くね、この状態でこうあるよ、こうあるよ、これでもっても皆さんは指が止まってる、言ってるわけだね。でもこれ動いてんのよ指、はい、この動いてる時にね常に変化してるんです。これが分かんない、そんなんで変化するわけないって勝手に思ってる。でも変化するのよ。これで動いてる、これが動いてないところになる。だからその時点でもって人のキャパシティを狭めちゃってる。そう、見えてないだけなんですよね。見えてない聞いてない、そう、そういう癖
癖をつけてしまってる自分がすごくあって、 それを改善したいなってつくづく思ってるんです。うん、なかなか難しいね。本当に難しいんですよ、うん、今までの生き方とか多分そういうのからあっての今だから、それを変えなきゃいけないとなるとかなり努力しなきゃいけないし、努力っていうか結局何かをやろうとして何か新しいことをやるんだったら、結局今までの中でもあってそれができてないんだから、今までのやつを全部切り捨てる覚悟が必要なんだ。だから自己否定しないと無理だ。例えば言ってしまえば、うちが伝えてる技術というのは広げる力であるとか引き上げる力であるとか抜き上げる力であるとかじゃん、はい、で抜くっていうことだよ。でも他の技術っていうのは入れることが中心だったりとか、あるいは込めることが中心だったりするわけでしょ。それ以外のものはないわけだ。でそれでずっとやって、それで答えがない状態なんでしょ。でさらに同じだから砂場でもって別の答えを探しても別の答えはないのよ。同じ砂場でしか、同じ砂場の別の遊びでしかない。でも新しいことを何かやるんだ、その砂場を捨てて新しい砂場に行かなきゃいけない。それができない。普段何やってるの？普段は、うん、私はなんか梅干しをつけたりとか味噌を作ったりとかなんかパンを作ってみたりとかしてたんですけど、パンは10日で悪いって聞いて、そこから作らなくはなったんですけど、やっぱり、ね、10日に悪いっていうかさ、糖質ですから。糖質だけどもさ、多少の糖質はいいと思うよ。病気じゃないんだから。病気になった時は考えなきゃいけないけども、病気にならなかったら別に何でもいいの。だからなんか時間がある時パンを作ってみたりとかはしてたんですよね。それでもそっから進まないんですよ。自分の慣れたところからとか。あのさ、ないんですよね。俺君のプライベートは全く知らないんだけど、独身なの？今独身です。結婚歴はあります。逃げられたの？いや、別れました。別れたの？見下り犯を突きつけられたの？突きつけちゃいました。あ、突きつけた。あ、その行動力はあるんだ。え、どうして？ほら、暴力とか、そういうのがすごかったんで、子供もいたから、子供にもやっぱり酔っ払ったりとかして、どうしよう。いや、知らんだから。いつ分かるんだよ。子供生まれてすぐ。子供生まれてすぐ。ああ、なるほど。じゃあ子供一人だよ。はい。別れて何年だっけ？もう27年。28年か。あ、じゃあ子供も28になってんだ。そうです。うん。あ、なるほどね。そうなんです。まあでも、一つ俺疑問なんだけど、結婚する前分からなかったの？あ、その時は私もっと世間知らずで、自分が人を変えられると思ってたんですよ。自分すら変えられないのに人を変えられるわけがないっていうことが分かってそれいつ分かったの？それ別れる頃これはダメだって思って、自分はそこまでの力がないよなと思って。いや、それでも正しいことで、人は人だから人を変えようなんておこがましい。だから俺もそんなこと一度も考えたことないし、まあ、昔は考えたかな。そばにいたら何か変わるのかなって昔は思ってたんですけど、何も変わらない。そうなんです。で、逆に自分も辛くなっていくし、なんか一つとしていいことがないなっていうのが分かって。あの家族は何も言わなかった？家族は結婚するとき反対されてたので、飛び出したような感じだったんですね。そう。で、それでとりあえずまず離れた北海道に戻ってこよう。あ、北海道だったの？そういえば。そうなんです。どこなの？トカチ。トカチ？あ、トカチなんだ。トカチのどこね？帯広です。帯広。
いや、帯広の人ってさ、結構綺麗な人が多いっていう話なんだけどさ、そうなんだ、うん、ちょっと錯覚わかんないあの、吉田美和さんって帯広じゃん。そうです、そうです、うん、ね、まあ、あの人は可愛いけどね、可愛い、そうそうそう、可愛いけども、でも天才的な人はね、帯広とか多いよね。だって、あの中島みゆきも帯広でしょ、で、松山千春も帯広でしょ、それが足代町でしょ、はい、そう、とかでしょ、なんかあるのかね、あの人とかしょ、自然、でも北海道自然いっぱいですよね。まあ、あちこち自然いっぱいですね。うん、なんでしょうね。うん、なんかね、でもね、ああ、そうなんだ。そうなんです。それなんて今仙台で。で、まず自分も甘えてる部分があったから、うん、北海道から一回離れよう。うん、で、それで自分の力で、うん、ちょっと。やるんだったら今しかできないなっていうのがあって、いろいろ調べたところで、都会すぎも都会すぎもせず、でも田舎すぎもせず、なんか勉強しにも行きやすいところでってなった時に仙台だった。その結論が出て仙台っていうのは俺いまいちよくわかんない。仙台ってそんなマスだな。何なんですね。いや、あのリサーチ的には、うん、あの人もやっぱりたくさんいるし、うん、でも物のやっぱり地域性っていうのもあるから、うん、そういうのはあんまりよく分かってなかったんです、うん、で行ってみて初めて、あ、こういう地域性だったんだなっていうのはあって、うん、やっぱりその仕事の大変さっていうのもちょっとその時分かりました。だけどもうそこから動くにも動けない、うん、対応するのもやっぱりいっぱい借金して始めたから、うん、あ、でも借金できたんだ。できました。すごいね。俺はもうその借金すらできない状態になったからね、一回、うん、それはきっと周りにいてくださった方々っていうか、その方たちのおかげでもあったのかなっていうか、うん、私一人では全然きっと何もなかったと思う。でもずっと歯科医やでしょ。はい、ずっと歯科医やでしょ。はい、そうです。結婚で何歳の時でしょ。ん、結婚は何歳の時。27歳。あ、27歳だ。卒業して、うん、すぐ26歳から、うん、そうですね、卒業してすぐ、うん、で、本来は26歳なんですけど、うん、ちょっと子供がいて。そうです。え、ちょっと待って、2人も俺より年上なんだ。え、先生何歳ですか。俺58。なるほど。もっと低いでしょ。27でしょ。うん、27でしょ。うん、54でしょ。あ、でもあんまり変わんないんだね、年ね。そうなんですよ。ねえ、本当にね。かわいそうで。いや、そこまでの話はしないけどもさ。そうなんです。まあでも54なんだ。はい。54年間は生きてたはずなんですけど。なんかあの一生懸命生きすぎてなんかね、ちょっとあのね、頑張った分だけ浅いところも多いのかもしれないです。すごく浅い。浅いです。本当に私つくづく思うんですよ、うん、あれ、娘さんも歯医者、うん、あ、本当、ね、じゃあ親子で歯医者。そうです、やっと卒業してくれて。あ、そうなんだ。はい、お願いします。ありがとうございます。で、娘さんはお母さんのことどう思ってる。どう言ってるの。どう言ってるかは、うん、いろいろ全部で意味あるね。もう頑張ってるねっていう。頑張ってるね。頑張ってくれてるっていうか、うん、そういうような言い方は、ね、よく一人で育ててるじゃないですか、うんうん、あ、そういう意味ですごい頑張ってくれて感謝してるよって、うん、
あ、いい娘ですね。息子さんは独身なの？独身です。本当似てるの？いや、娘の方がしっかりしてると思う。なんちゅうの、抜けた親にはしっかりした子供ができるってね、まあ、そういうふうによく言う。はい、まさに。まあでもうまくいってたらいいんですけど、まあ、うん、一部ね、やっぱりね、子供とうまくいってない親もいるからね。そういう意味では大丈夫。うん、まあでもしっかりさ、お母さんができてきたんだ、ちょっと安心したわ。ね、でも全然足りない、足りなくて勉強しないと。もう一歩で生ビールでダメだな。子育てってすごく難しいんだよ。うん、うちも子育てしてたけど、でも本業には育たんよ。だからなるべく干渉はしないで、見守れるところまでは見守ろうかっていうところがすごくあって。そうね、だからある意味寂しい思いもさせてるかなっていう部分があるんですけど、まあどうだろうね、その辺はね、子供に関してはあんまりよくわかんないけどね。さて、はい、じゃあこれからどうしていこうか。そう、私今それ、うん、そうなんです。でもこれからは多分どんどん生態っていうものもしっかりできるようにしていきながら、うんうん、あの生態の方にもシフトしていけるようにしたいなと思って、うん、で今度娘とコラボしながら、うん、娘に歯の治療させて、娘に歯の治療させながら、うんうん、一緒に私も整体をしながらできるところでは、うんうん、会社も手伝うよっていうような感じのところに持っていければいいかな。整体中心になるんだ。会社もできるところまではできるんですけど、うん、やっぱり限界があるんですよね、うんうん、だからそれも含めて考えて、目が見えなくなったらどうしても細かいところができなくなったりとかはするので。整体は限界、整体も限界あるよ。体力、いや体力じゃなくて、あのやっぱり限界あるよ、うん、あのだって整体で誰かを変えようって言ったら無理だから。だから本人が変わろうって言ったらやっぱ何でもそうだし無理だよね。でも歯医者の場合はさ、壊れたところをとりあえずあの修正することができる。はい、うん、すごいなと思うけどね。その感覚っていうのを養えば、うん、多分本当に微妙なこの動きじゃないですけど、うん、歯のそういう微妙な動きも、うん、体の動きを見ながら調整してあげることができると思います。うん、そうだね。ただ逆にそこまで必要なのかなと思う。歯医者に関してはそう思うけど、ただあの無駄なことでは全然ないよね。ぜひまあそういう風になっていただけると、ちょっと新たな、ね、道が開けるのではないかと思います。ありがとうございます。まああのね、はい、遠くからあの干渉しないように、いやいや先生、あの気にするようにいたします。まああのね、あまりあの羽目を外さないように、はい、やっていっていただければよろしいかなと、はい、よく人の話は聞いてね、はい、進めさせていただきたいと思います。ということで、はい、またよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。はい、今日はありがとうございました。